気も狂うような暑さと湿気、そして熱病と死を運ぶ虫ども。緑に塗り込められてはいるが、ここは地獄に違いない。だが鵜戸を離れて丸3ヶ月というのに、追跡者の手から死に物狂いで逃げ回っていた俺にとって、この内乱のクメン王国は天国と言ってよかった。俺はクメンの傭兵部隊アッセンブル EX-10 に入隊した。そこで俺は武器商を営むゴートと、ニーダンの町で酒場ファンタムクラブを経営するバニラとココナに再会した。俺がクメンに来た理由、ここへ来たのは何もかもを忘れるためだ。しかし再会もつかの間、ビーラーゲリラが夜襲を仕掛けてきたのだった。ビーラーだ。アッセンブルの兵員たちは直ちに基地に戻れ。お前もだ、キリコ。またな。キリコ、前進して敵の注意をそらせ。単独でですか？無論だ。ビーラーの手放しを確かめるんだ。はこいつか。よし、はい、敵は移動しています。まだだ。しかしキリコが危険です。放っておけ。片付けだ。キリコの奴め。はっ。
見つけたぞ。よりはマシか。この動きはまさか。やっぱりそうだ。やめろ、やめろ、やめろ。俺だ。やめろ。ティアム。この反応、ただの人間では決してない。ティアム、俺だ。わからないのか。ティアナ、君たちのお前ならわかるはずだ。俺だ、キリコだ。忘れるはずがない。なぜ俺と戦う。ティアナ、やめるんだ。目の前の AT に乗っていたのは追い求めたフィアナではなかった。もう一人のパーフェクトソルジャー、イプシロン。ならば彼女もこの工面にいるのか。この内乱の工面に。俺は必ず彼女を探し出してみせる。これより降下する。
了解。了解。するからだ。我がアッセンブルに区面政府から補充の AT が届けられる。我々の任務はその AT を安全に前進基地に護送することにある。何をやってるんだ。ダメだ、全然動かない。浅瀬に乗り上げました。世話ばかり焼かせおって、ボートの復旧作業を急げ。キリコ、前に出ろ。来たな。
ないか。やりやがったか、キリコ。さすが俺の見込んだ男だけあるぜ。俺は戦う。そうするしかない。このままでは勝ち目はない。ATを奪うしか方法はないか。敵が潜入したぞ。こいつか。そこが相手は一人だ。撃て撃て。近寄ると撃つ。一気に撃破。
行くぞ。見つけたぞ。出たな。俺だって。これか。俺は EX-10 の司令官ゴンヌーに呼び出された。そこで俺を待っていたのはメルキア軍で俺を拷問したロッチナだった。ロッチナは俺に TS の奪還を依頼してきた。これでしばらくは俺も安全というわけだ。TS 奪回作戦の特殊部隊が編成され、俺はその指揮を任された。目的地のムナメラ川上流を遡行するボートは中流のラモー寺院に近づきつつあった。上陸する。船をつけろ。ここは通過した方が。うるさい。俺の目に狂いはない。見ていたい。上陸だ。よっしゃ。
長殿、大丈夫ですか？早く始末しろ。総員、配置せ。ラモー寺院付近での戦闘で俺たちは船を失った。戦いには勝利したが、ゲリラの生き残りが船を攻撃したのだ。これで隠密行動は完全に失敗した。本部の指示を仰ぐため手配した友軍のヘリコプター、その中から現れたのはビーラーゲリラにファンタムクラブを焼かれ軍に入隊したばかりのバニラだった。何かを求めて戦場に来る者、その日の飯にありつくために引き金を引く者、理想のために戦う者、荘園と刺繍の中でしか生きられない俺、ここは神の住処じゃない、ただの瓦礫の山だ。出たな。ここはビーラーの巣だ。やるしかねえようだな。止めても無駄だぜ。
急がなければ。してるぜ。キリコ、敵が近くにいるわ。覚悟の上だ。出てきやがれ。敵の増援だ。しっかりしろ。やったか。さすがだ。今だ。くっ、何、助けてくれ。
はうじゃうじゃいるぞ。よし、やりやがったか、キリコ。さすが俺の見…切り込め、今度こそ息の根を止めてやる。行くぞ。行きましょう、隊長。行きますよ。前進だ。大丈夫か？フィアラ、プロトワン。
じゃないことはお前にも分かっているはずだ。今はフィアラを手をする方を信じる。しかし今回だけだ。今回だけだぞ。イプシロン、私は PS だ。特別なのだ。敵は無防備のはずだ。一気撃破だ。どうした。行くぞ。こいつか。無事か。私は人間を超越した存在なのだ。大丈夫だ。今だ。よし。どうした。見つけたぞ。どうした。どうだ。行くぞ。よし。中が一気だ。どうした。くそー。これか。どうした。エティの攻撃です。さすがだな、キリコ。必ずお前を倒してみせるぞ。ついにやりやがったか、キリコ。
さすが俺の見込んだ男だけあるぜ。謎の組織の手から逃げ出したティアナは関羽の手に捕らえられていた。俺は豪雨の中格闘の末に関羽を濁流に落とし込み、ティアナと束の間の平穏を手に入れる。しかしそれでも俺はカンジェルマン宮殿を目指す。追い求めたティアナと巡り会えたというのに、なぜ俺は戦いを続ける。ティアナを捕らえていた組織、奴らの正体を突き止めることに何の意味がある。答えの出ないまま俺は歩き出した。その途中リーラーと交戦中のキデーラたちと合流した。それぞれの定めを担い、俺たちは共に宮殿を目指すのだった。無殿を傍受したわ。殿下は各前線基地兵士に集結命令を。そんなバカな。ゲリラ戦を展開、かっこ撃破しなければリーダーに勝ち目はない。この内乱には不可解なものがあるな。俺には分からん、殿下の真意が。まずは武器庫を抑えましょう。あそこが武器庫よ。扉を破壊しましょう。 AT の攻撃なら破壊できそうだな。よし、キリコ見て、あの壁、AT なら壊せそうよ。見つけたぞ。
船の奥に降りたのは多分本部から送られたマシン。イプシロンの急ぎましょう。ボローは宮殿の奥にいるはずよ。このマシンはとびきり優秀だぞ。キリコ、役はいいな。真正面か。やれ、イプシロン。どうした？怖くなったか。何を言っておる。さすが俺の見込んだ男だけあるぜ。俺を追い詰めたイプシロンは生身での勝負を持ちかけてきた。しかし戦いを止めんとするフィアナがイプシロンに決別の銃撃を放つ。その事実に顔面を鮮血に染めるイプシロンは愕然としていた。そこにゴンヌー率いるアッセンブルの部隊が駆けつけ、俺たちは逃げ場を失う。
その時、メルティア軍の AT 部隊が襲来し、リーダーゲリラ、アッセンブルの兵員に構わず一斉攻撃を開始したのだった。混乱の隙に、俺とフィアナは脱出用シャトルで宇宙へと旅立った。クメンでの旅は終わった。自分だけのために選んだ地獄をフィアナのために捨てたのだ。愛、かつて俺が愛のために戦っただろうか。赤い空、赤い土、かつて流されたおびただしい血がこびりついた不吉な星。ここにはメルキア装甲騎兵団特殊任務班 X1 レッドショルダーの鋭い爪痕が刻まれている。次回サンサ、かつてこの星には赤い肩をした悪魔がうごめいていた。ターゲットの破壊か。急がなければ。落ち着いてキリコ、あなたにならできるわ。よし。
ないわ、キリコ、急いで。Thank you.
近寄ると撃つ。ギリコと一緒なら戦い抜いて生きるわ。ギルガメスか。囲まれたな。
こいつか。してるぜ。